はい、こんばんは。サムライズクロのことです。今日もですね、ゲリラ的にスタートしました。今日はちょっと遅めになりましたかね。いつもよりね、10時10分ぐらい前になりました。はい。では、今日もちょっと動画ブログみたいなね、感じで、いきたいと思いますけど、ちょっと2つだけね、お話しようと思いましてね、今日はね、スタートしたんですけど、まず1点はですね、久慈浜海岸シリーズをね、ちょっと復活したんですけど、そちらの方でもね、お話しましたけど、ね、この、僕のすぐ近くに久慈浜海岸っていうのがあるんですけどね、そこがね、解放されましたね、ようやくね。どのぐらいぶりですかね。4月の半ばぐらいからですからね、約1ヶ月ぐらいね、ずっと海が閉鎖されてたんですけど、ね、今日は、久しぶりにね、行ってきたらね、空いてましたね。多分今週多分もう空いてたんでしょうね。おそらくね。ちょっと今週ずっと二所ぶ吉休ね、もう一つのタイトルの二所ぶ吉休のね、短歌の通信教育講座をね、ちょっと一生懸命作ってましたんでね。ちょっとなかなか外に出なかったんですけど、ね、今日はちょっと 大体の目処がついたんでね。天気も良かったですしね、ちょっと今日は外に行こうということでね、行きました。ね。そしたらね、ちょうど海の方がね、空いてましたからね、あ、もう解放されたんやということでね、ちょっと行ってきましたね。結構人いましたけどね、ね、結構人いましたけど。でも、なんつうの？まあ、海ですからね。もう解放されてますからね。全然ね。特にね、問題ないとは全く、問題ないと思うんですけどね。閉鎖することもなかったと全然思うんですけど、ね、今日改めてね、やっぱり解放されるといいなと、ことですね。まあ、いつもね、行けてたところがね、行けなくなっちゃうとね、非常に寂しいと。そして、また復活してね、普通に行けるようになると。言うと、まあ、ありがたみっていうかね、やっぱいいなというのはね、しみじみと今日は、感じましたね。久慈浜海岸シリーズでも喋りましたけどね、同じことね。改めてそれを感じましたね。またね、これでね、ちょこちょこと、久慈浜海岸の方にも行ってね、今日は早速ね、弁当を買ってきて、海を見ながらね、弁当を食って、で、ちょっと漫画を3冊ぐらい持ってったんですけどね、漫画を3冊とか読みながらね、ちょっとうとうとと、少し1時間ぐらいですかね、昼寝をして、ね、非常にこう嬉しい、幸せなね、ちょっと時間は過ごせましたね。もう海を見るだけで結構幸せになりますね、やっぱね。というところでね、まず1つ目が、ね、久慈浜海岸がね、ようやく解放されたということでした。ね。また、閉鎖されるかもわかりませんけどね。でもどうでしょうね。もうね、今回第一波でね、だいぶ慣れてきたと思いますから、みんなね。少しずつね、ちょっと賢くなってくるんじゃないでしょうかね、ぼちぼちね。はい。で、もう一つはですね、タイトルの方にも書きましたけどね、日勝簿一級のね、単価の講座ですかね、単価ね、フルじゃなくてね。まあ、さすがに一級フルでやっちゃうとすげえ大変なんで。これはもう単発単発でね。販売させていただこうということで、二所ぶ吉級。ね。今、一生懸命通信教育作ってるんですけど。ね。総合原価計算ですね。二所ぶ吉級の総合原価計算の教材作りをね、せっせと今週は、やっております。ね。で、ようやくね、問題。まあ大体1時間ぐらい、1時間かまあ45分ぐらいのね、問題なんですけど、それが5問ね、出来上がりまして、で、その5問ね、のうち、まあ3問はね、もう、購入者の方にね、もう問題と回答の方はね、送信させていただいてね、PDF でね、送信させていただいて、で、そして、あと2問ね、まあ問題も作ったんですけど、ね、問題作ったんですけど、先ほどね、ちょっと1問、まあ、一応構成をやってね、自分が解いてね、構成をやって、間違いがあるかどうかはもう必ずチェックしてね、それで送信しますからね。まあ、それでもね、ちょっと一人で作ってからね、誤助が出てくる時もあるんですけどね、まあ、細心の注意を払ってね、教材を作っております。
ますね。で、もう一問もね、もう問題はできてますけど、ちょっとまだ解いてないんで、構成してないんでね。構成作業を、まあ、ちょっと今日も遅いんでね、明日ですかね、明日、ちょっと朝起きてやって、だいたい午前中ぐらいに終わらせる予定なんですけど、それで全部で5問です。で、日照簿記1級の総合原価計算っていうね、論点の子孫減損ですね、を中心に、どんな子孫減損の複雑なね、問題が出ても解けるという下書きがあるんでね、それを、今回はね、通信教育で打ってくれというご依頼をいただきましたからね。で、一生懸命今週作ってますけどね。まあ、ようやくそれが、明日の方にね、完成するかなというところですね。レジュメ自体はね、レジュメ自体は。あとは、撮影ですよね。撮影の方に入りまして。そのね、45分か、まあ、1時間ぐらいの問題をね、解説しながら撮影するんですけど、それが通信教育見本っていうね、表題に書いてあるやつのタイプですね、今のところはね。ちょっとまだズームのカメラがね、届いてませんからね。ちょっとズームのカメラは後回しにしてね。まあ今まで通りね、こうハンディカムをね、ちょっと縦にして、要するに僕が解いてるっていう姿ね、解説しながら解いてるっていう姿を、収録していくという感じですかね。まあ5問ありますからね。全部で5回ですかね。で、1問あたりそうですね。まあ2時間ぐらいで収めようかと思うんですけど。ちょっとわかんないですけどね。別に時間的な制約は全く僕の通信教育の場合ありませんからね。国の補助金とかをもらうってやつじゃないんでね。僕は全部自由にできるやつなんでね。僕はもう気が済むまで、わかるところまで喋りますから。ちょっと2時間で収まらなかったらもちろんね、もうちょっと時間を膨らますということをもちろんやりますけどね。これは僕の2級も3級もね、通信教育同じですね。とにかく、時間内に終わらせようと全くしませんからね。わかるまで、わかりやすくなるまで、ね、時間は延長してですかね。ちょっと時間は長めでもいいから、僕は説明しきりますから。ね。そういうスタイルで1級の方も、作っていきたいと思います。ね。従ってね、まあ、レジュメの方はね、多分明日で完成すると思うんですけど、あとは撮影ですよね。撮影の方に入りまして、6月のそうだな、まあ頭ね、上旬ですかね。その週は、ちょっとその1級のね、教材の撮影に入るんじゃないですかね。で、またね、編集しましてね、ちょっとぶつ切りにしましてね、またアップはしていこうと思うんですけどね、ちょっと最近ね、2週間ぐらいもうコンテンツ動画上げてませんからね。ずっとほぼほぼね、まあ、通信教育であったりね、まあ、ズームの話であったりっていうね、まあ、いわゆるね、ちょっと商売的な話が多かったんですけど、またね、6月の上旬ぐらいから、コンテンツ動画ね、見本ですよね、もうちょっと上がっていくと思いますね。というところでね、なんとかね、日照簿記1級のね、教材の方が、ぼちぼちね、一つのラインナップが完成しそうですね、来週ね。いよいよね。あとはね、日照簿記1級のラインナップをね、どん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 増やしていってですね。どうなんでしょうね。まあ、5回かける2時間ぐらいのね、だいたい2万とか3万ぐらいのね、まあ、2万ぐらいかな、2万前後の通信教育の教材ですね。それをちょっと作っていこうという感じですね。それをちょっとラインナップを今年はね、どん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 増やしていきまして、そしてその増えた中からね、まあ人気が出てきたね、教材に関してはね、それを、まあ出版社とかにね、企画を出して、まあ書籍化するみたいなね、そんな感じのイメージを、持ってるんですけどね。という流れで、作っていくことは思いますね。あとはね、まあ、九十浜海岸シリーズでも喋りましたけどね、まあ、DVD ですね、DVD の販売もね、まあ、成功法というか、昔だなというかね、DVD の収録をしてね、それを販売するっていうのも、まあ、一つかなというところですね。まあ、オンラインだとね、どうしてもこう、ライブね、別にライブ受けなくてもいいんですけど、録画だけでも全然いいんですけど、ね、DVD をね、使っていつでもね、自分で、ね、
方もいらっしゃるでしょうからね。うん。ちょっと、DVD の方もね、作っていこうかなと。いうふうに考えてます。ただやっぱ一級のね、そのね、教材をね、ちょっと仕上げちゃってからね、ちょっと DVD の方は、うん、告知の方はね、ちょっとその後にしようとは思ってるんですけどね、うん。ちょっとね、一個ずつね、片付けていかないとね、仕事はね。ということで、とりあえず、お金をね、すでにいただいた、その一級のね、二所武器っていうのね、単価の講座ですよ。ね、うん。そっちの方を仕上げましてね。で、その後の方にね、まあ、DVD の告知であったりね、その他諸々のね、仕事の方をまたやっていこうというふうに思います。ね。はい、というところでね、だいたい今日は、ね、ちょっと話しようかなと思ったところはね、終わりました。ね。はい、何かね、メッセージ、コメント等ございましたら、まあ、雑談シリーズですからね。うん。適当に打ってみてください。ね、もしあればね、はい。もしなければね、今日はあと20分か30分くらいでね、終わりにしたいと思います。ね、なんか日記動画みたいにね、なってますけどね。ほぼ毎日やってますね。うん、なんか習慣になっちゃいましたよ、これね。うん。どうなんでしょうね。うん、結構バンバンやった方がやっぱりいいのかな。それともたまにやった方がいいのかなっていうね。いろいろちょっと考えながらやってるんですけど。まあ、とりあえずね、何でもやってみないとわかんないんで。ね、ちょっとやってるようにはしてみてるんですけどね。うん。ね、これ結構やり出すとね。まあ、僕みたいなタイプはでしょうけどね。僕みたいなタイプはね、結構やり出すと面白いですよね。まあ、不特定のね、大差、不特定多数のね、方が、見れるというね、ライブ配信なんで、ね、ちょっと誰が見てるか全然わかんないんですけど、ね、でもあんまりこう、僕はね、気にならないんで、普通にね、ライブ配信をやっちゃいますね、まずね。はい、してますね。かな。久しぶりにね、今日は本当9時は海岸に行きましたけど、天気良かったっすね。暑かったっすね、ほんまにね。ほんま暑かった。車最初に乗ったら27度ありましたからね。急に暑くなってね、ほんまに。でも、久慈浜海岸のね、その、ちょっと今日は特徴的だったのがですね、いつもだったら、実は結構ね、久慈浜海岸って、あれなんですよ、県外の人が多いんですよね。県外ね。だから群馬とか、あとなんだっけ、栃木か。群馬とか栃木とかね。まあ、筑波とか。そっちのね、要するに、こう、あんまり海がない、ね、県の人が、まあ、来たりするんですよ。まあ、高速でポーンと来れるからね、多分来るんでしょうけどね。うん。でもね、今日はね、水戸ナンバーが多かったですね。水戸。うん。県内です。珍しいなと思ってね。うん。海水浴なんてほとんど県外ですからね、バンゴね。クジャマ海岸って。うん。非常にこう珍しいなと、今日は思いましたね。うん。そう。まあ、県をね、ちょっとまたいでは、なかなかね、来れないと、ね。いうことなんでしょうけどね。うん。ちょっと珍しかったですね。いつもと違うパターンでしたね、今日はね。い、なんかございますかね。まあ、自粛モードがね、だんだん解除されていって、うん。まあ、少しずつね、活気もね、戻ってきたんではないでしょうかね。うん。ただね、まあ、倒産がね、これからね、多くなってくるでしょうからね。まあ、ぼちぼちもう倒産してるところが増えてきてるでしょうから。うん。
こですよね。あとは国がね、いろんな政策をして、まあね、二次補正予算とかやってね。まあ、真水がね、結構、予想よりはね、予想よりは32兆だっけな。うん、32兆でね。予想よりは多かったから。だから、それがね、どれだけ回るかですよね。ただ、昨日のね、まあ、雑談シリーズも言いましたけど、持続化補助金ね、給付金じゃなくて、持続化補助金と、小規模事業者持続化給補助金というのがあるんですけど、あれがまあね、ちょっと降りなかったですけど、あれ、どうなんだろう、降りる人いるのかな？ あんまり降りないんでしょうね、あれね。機械の購入に対してはね、適用されないっつったら、ね、と、リースとか外注費にはね、適用されるって言ってましたけどね。でもね、リースとか外注をわざわざやってね、この要するにオンラインシステムのためだけにね、クラウドサービスっていうのかな、ようわかんないけど、ね、もう、あれ結構金かかるんですよ。何十万って金かかるんですよね。外注しちゃうとね。だから僕らみたいな小規模なね、会社は、それこそ YouTube も活用したりね、他のね、クラウドさ、例えば Zoom のね、クラウドっていうのがあるんですかね。そういうやつを活用したりね、するしかないんですよね。ちょっと大きい会社じゃないとあれ無理なんですよね。独自のね、この動画の配信のシステムをね、構築、外注してお金払うっていうのはね、もうそうしないと補助金が出ないと。いうことなんでね。まあ、どうなんだろうと思いますけどね。まあ、どうなんでしょう。利権が絡んでるのかね、やっぱりね。そんな感じはしますね。まあ、補助金は大体利権が絡みますからね。そう。まあ、鼻から当てにはしてなかったんでね、全然いいんですけどね。とりあえずね、こう、粗利でね、利益でね、商売人は、売り上げは上げていかない。キャッシュを得ていかないとね。補助金当てにしてもしょうがないんでね。こんな感じで。僕はね、引き続き一生懸命、商売をやって、ね、あられでね、食っていこうと。回していこうと。思います。ね、というところでね。はい。20分ぐらいかな。がね、ございましたら、メッセージ、コメント、ね、やってみてください。と、僕はあなり、アクセス解析見に行きましょうかね。今回のね、やっぱり Q のですね、教材を今作ってる最中ですけど、やっぱ手応えは一級ありますね。作ってるとね。まあ二級もね、最近は二升二級もね、手応えあるんですけどね。特に連結とかね、二升二級の連結とかね。あの辺なんかは本当手応えがあるんですけど。ちなみに二升簿記二級の僕のね、通信教育は連結だけの販売もしようと思ってますからね。連結の DVD 講座ね。連結はだいたい7回かな。まあ、1コマあたり1時間としてすると、8コマか7コマ喋ってますか、僕。連結だけでね。だから連結セミナーっていう感じで、ちょっとね、DVD 販売を告知するということもしようかなと思ってます。ね。今、一生懸命作ってる一級の教材がね、ある程度作り終わったらね。そう、だからね、連結はね、連結セミナーっていう銘を打ってですね、実は、最後に回したんですよ、僕。日商簿記2級のね、DVD 講座はですね、全部23回なんですよ。1回で2時間ね。ちょっと3時間喋っちゃってるとこもあるんだけど、だいたい1回で2時間なんですよ。で、1回で2時間で26、23回喋ってる。結構長いと思います。ライブ講座だったらね、完璧に教室とかでやるライブ講座とかだったら、23回かける2時間っていうのはね、決して、多くはないんですけど、でもね、これ、僕が今回23回収録したのは、ね、問題演習入ってませんから、
だから、こう、問題解いてもらうっていう時間が入ってない状態なんですよ。で、通常ライブ講座だとね、問題も解くっていう時間も含めて、だいたい2.5時間かける24回ぐらいなんですよ。だいたい2章2級ってね。2.5時間かける24回ね。まあ、5時間だとしたら12回なんですよ。だいたいこれが、問題演習も含めたっていうライブ講座の、だいたいの時間数なんですね。でもね、今回はね、ちょっとたっぷりね、理由を喋りましたんでね、問題演習を除外して、結構時間かかるんですよ、問題演習の時はね。その除外して、なおかつ23回かける2時間なんですよ、かける、ね、そう、だからね、結構ね、理屈をたっぷり喋ってるんですよ。どうでしょうね。ここまでね、やっぱりしっかりと理屈たっぷり喋った日商簿記2級の教材、DVD 教材っていうのはないんじゃないですかね、多分ね。これは本当に胸を張って言えますね。で、まあもちろんちょっとどこだとは言えませんけどね。まあ僕は簿記講師のね、仲間の人が結構いるんですけど、全国にいるんですけど、その人のね、まあ話なんか聞きますとね、やっぱこう、ちょっとね、まあ時間とかやっぱ決められちゃうとね、苦しいと。で、連結ね。なんか早い人はね、1日半ぐらいで終わっちゃうみたいですね。2章2級の連結がね。全部の範囲がね。1日半？ 1 日半つうのは1回、1日あたり5時間ぐらいね、多分ね。だから大体そうですね。5、6時間か7時間ぐらいで終わるのかな？連結の全部の範囲がね。という。いや、もっとか。もっと少ないか。もっと少ないね。時間数でなんと日照2級の連結が全部終わらしちゃうってね。ちょっとね、それはね、やっぱりきついんじゃないかなと思いますけどね。でもやっぱりこう制約条件があるとしょうがないんですよね。しょうがないんだよね。だからやっぱり、僕みたいなね、こう、個人でできるっていうのはやっぱり、アドバンテージは高いなと思いましたね。まあ見た目はね、まあチャッチって言ったらしょうがないですけど。でもやっぱ中身をね、しっかりとね、作り込んでいくという、そこはでもやっぱり一番大事ですからね。そういうところをやっぱりしっかりと作り込んでいくのが僕のね、DVD 講座、もしくはオンライン講座という感じでね、行こうと思ってますね。まあ、2章2級もね、ちょっと範囲が広いっすからね。だからね、23回もかける2時間も喋ってから。まあ、どうだろうな。2級も単価でやってもいいかなと思ってですよね。単価っていうのはね、こう、ぶつ切りで、ね。例えば、工業簿記だけとかね。商業簿記だけとかね。まあ、連結だけとかね。そんな感じで1級みたいに作ってもいいかなと思ってるんですけどね。まあ、それちょっと1回やってみないとわかんないですけど、テストマーケティングもね、ちょっとやってみないとわかんないですけど。連結だけだったらね、8回ぐらいで、2時間、8回だから、そうやな。連結だけだったら、まあ2万円ぐらいで済むかなっていう感じでね。そんな感じで多分ぶつ切りにしてやってってもいいかなっていう気はしてるんですけどね。まあ、それはちょっと来週かな。来週の方でね、ちょっと。でも、ぼちぼち告知をしないとね、まあ、6月の検定試験はね、もう中止っても、決まってますけどね。6月の試験があったと仮定すると、だいたいね、通常は、6月の試験が終わって7月ぐらいからね、スタートしますからね。11月に向けての講座はね。だから少なくとも、本当遅くともね、7月にはもうスタートしてね。まあ、オンラインであってもそうだし、DVD ね、講座であっても、スタートはしておいてね、いかないと、質問を受けられる期間が短くなっちゃいますからね。だからね、1ヶ月前に申し込んだとしてもね、もう半年前に申し込んだとしても、金額は変わりませんからね。だから、ね、なるべくね、ちょっと早めに、こう、人数を決めて、確定させてね。で、じゃあね、今回、この人数で11月まで走りましょうっつってね。もう定員ね、決めていきますからね。僕は小さい会社なんでね。いっぱい入れられませんから。こんな感じで、ちょっと早めにね、
熟成を決めさせていただいてね。で、その熟成の中で、ちょっと少人数のね、熟成の中で、たっぷりとね、質問を受けていくと。ね。濃いね、対応関係でね、勉強していくと。ね。そんな感じで僕は進めていきたいんでね。うん。だから、そうですね。試験前の3ヶ月とか2ヶ月前の申し込みはひょっとしたらことなのかもわかんないですね。もう人数がこうってね、あったらね。うん。ちょっと次回にすいませんけど、回してくださいと。そうしないとね、質問を受けられる時間が短くなっちゃうんでね、非常に申し訳ないんで、2月目標にしてくださいって、ね、予約は開けますけどっていう感じで、ちょっとしようかなと思ってるんですよね。うん、そういう形にしないとね、うん、せっかくね、申し込んでもね、質問を受けられる期間が1ヶ月しかねえとか言ってね、大変ですからね。かわいそうですからね。ちょっとその辺なんかも考慮させていただいてね、ちょっといろいろカリクラムは考えようとは思っております。ね、ということをね、ずっと延々と一日中考えてるんですよね。本当ね。仕事人間ちゃう仕事人間ですね。ずっと仕事ばっかりやってますもんね。まあでも、あんまりこう仕事と思ってないんですよね。全然ね。趣味の一環なんですよね。うん。まあ、いいか悪いか別として。うん。僕にとっちゃね、この仕事がね。はい。10時今なんだ。20分ぐらいかな。うん。あ、17分でね。はい。じゃあ、10時半ぐらいまで。にしましょうかね。今日はね、コメントとかメッセージなかったらね、そこで終わりにしたいと思います。はい、なんかね、メッセージとかコメントとかございましたらね、まあ、雑談シリーズですから、ね、何でも OK。僕が喋れる範囲ですけど、ね、OK しますんで、メッセージとか打ってみてください。5月は31日までか。だから明日であれか。明日までですね、5月はね。過ぎ去ってみれば早いもんですね。もう6月になっちゃうもんね。うん、もう6月ですよ。早いわ。ね、3月からもう本当にガーッとね、自粛できましたからね。なんか今までのね、日本とはちょっと違う感じの、うん、ちょっと、まあ、大地震の時とまたちょっと違った、リーマンショックともまたちょっと違ったね、コロナのショックでしたね。うん、でもまあね、今日見たらこうやって暑くなってきましたからね、まあ、冬になったらね、今年のまた冬になったらちょっとまた、多分第二波第三波みたいな、ね、感じで来るでしょうけど、うん、まあ、当面ね、夏になったら、ね、インフルエンザも入らなくなるように、ね、少しこう収束するんじゃないでしょうかね。うん、でも2回目、3回目になってきますとね、うん、もうだいぶ慣れてますからね。うん、どういう状況になるかというのは分かってくる感じになりますからね。大丈夫な感じに。1回目よりはね、うん、1回目よりはだいぶな大丈夫な感じに。なるんではないでしょうかね。うん。でもまあ、それよりね、まあ僕はもう結構前からですけど、ちょっと地震の方がね、大地震ね、うん。の方がね、ちょっとあれですね、気になりますよね。まあ僕はね、岐阜に結構いたんですよね。18歳からね。18歳から31歳、2歳まで、岐阜にいたんですよ。うん。で、岐阜って、地震があんまりないんですよね。俺、地震になった記憶って、ほんの数回ぐらいしかないですよ。まあ、一番でかい記憶はね、阪神大震災ね。あれは記憶であります。ね、1995年ね、1月。うん、まあ、僕、ちょうど大学4年生だったんですけど、当時ね。うん。あれは記憶がありますね。あれはすごかったですよ。うん。
岐阜は震度4でしたけどね。あれは結構すごかったですよ。でもね、他はね、あんまりこう、記憶ないんですよ。岐阜で地震があったって。でも最近ありますよね。まあ、飛騨の方で、ね、飛騨高山の方で地震があるということで、岐阜で地震があるっていうのはね、よっぽどやろうかということなんで、これまあもちろん僕全然ね、地震の素人ですから、もちろんわかりませんけど、僕の勝手な勘で喋ってるだけなんですけど、やっぱ南海トラフとかね、あれがやっぱ怖いなっていう感じはしますよね、今ね。あと直下型地震かな。そう、あれがね、ちょっとやっぱり最近ほんと地震多いですからね。まあ茨城県のね、この沖なんかも結構頻発してるんですよね。まあ僕が住んでる茨城県の県北の方もね、震源地になるときは結構あるんですけど、結構頻発してますからね。だから大地震が来てもおかしくないというふうに、ね、まあ僕は思ってますね。だからそこにこう水とかね、非常食とかも一応全部買ってます。缶詰は買ってますけど。水と缶詰ですね。一番安心するっていうか、あると大丈夫なのはね。前の大地震で経験してますからね。その備蓄はある程度はね、もうしてるんですけど。大地震が怖い、一応怖いっすよね。1995年のね、本当東に、じゃね、阪神大震災の時なんかは、ちょうどね、僕は大学4年生でね、まあ、小児科検診の勉強してて、でね、大学3年生の時からも本当にね、会計士の勉強ばっかりやってましたね。本当にもう、まあ、1日10時間ザラでやってて、当たり前のように10時間勉強してて、で、ダブルスクールやってましたからね。大学と専門学校両方行くっていうふうにやってましたけどね。で、ガーッと勉強して、で、4年生の時ね、会計士試験受けに行って、まあ、落ちたわけですよ。で、まあ、その後ね、1級を勉強して後輩に教えるっていう感じでやってましたけど、まあ一級は受かったんですけどね。大学4年生の時に受かったんですけど、でもね、じゃあ、就職活動僕しなかったんでね。就職活動一切しなかったんで、もう公認会計士になると決めてましたから。ね、保険は一切かけずに、もうそれだけですよ。ね、だから新卒の採用は全部僕は捨てましてね。受けたことないんです。で、その後ね、大学卒業したらね、まあ、プータローですよね、だからね。浪人ですよ、また。まあ、会計士のね、ちょっと、もう一回入門講座に入ろうということは決めてましたけどね。それで、行こうと決めてましたけど、でも、ね、周りのね、みんなはね、友達はね、みんなもう就職決まって、俺だけでしたね、就職決まってなかったのね。まあでも、あんまり焦りはなかったんですけどね。まあ僕はなんか自分の道進んでるっていう、なんか、そんな満足感が結構あったんでね。周りはそんなに気にならなかったんですけど、でもやっぱりね、なんつうんだろう。世間はね、厳しいというか、世間の目というのは、あ、こういうもんなんだっていうのが分かった瞬間がありましたね。大学4年生のね、3月31日までが一応学生じゃないですか。で、次の日のね、4月1日、なったらね、まあ、途端にプータローなわけですよ。学生でもなくなっちゃ、大学生でもなくなっちゃったってことですね。まあ、就職浪人ですよ。ね、そうするとね、もう全然対応が変わりましたもんね、態度がね。世間のね、態度が変わりましたよ。つまりね、大学生の時代にね、例えば図書館に勉強しに行ったら偉いねって言われるわけですよ。学生なのに偉いね、勉強してて。なんかおかしいな、褒め方な。学生は勉強するのが当たり前だけど。当時のね、大学生はね、勉強するっていう大学生がかなり珍しかったですからね、僕らの時代はね。だから大学生が勉強するっていうのは、まあ普通じゃねえぞみたいなね、感じだったんですけど、でもまあ僕は勉強してましたからね。普通に簿記の勉強をしてましたから、あれだったんですけど、図書室行くとね、すごいね、とか言われたんですけど、途端にね、大学4年生の3月31日の次の日。つまり、大学生じゃなくなった日ですよね。
そうするとね、もう白い目で見られるわけですよね。図書室に行ってもね。何あの人っつってね。あの人何働いてないのみたいなね、感じで見られるわけですよ。まあ、言葉で言われないですけどね。こう、なんつうのかな。態度っていうか、節々でね、なんか感じるわけですよね。働きもしないで、みたいなね。まあ、会計士受験生って、それが結構ね、あるんですよね。働きもしないで、なんか勉強ばっかやって、つってね。贅沢だ、みたいな感じで、まあ、見られるときは結構あるんですよね。会計士受験生ってね。そう。それがもう、ガラッと変わりましたもんね。ほんまに。なんか、こういうふうに世間って見るんだな、っていうのが、その時には経験しましたね。でもね、話もう一つ戻すと、1995年にね、僕が岐阜に行った時に、阪神大震災があったわけですよ。夜中4時かな ?4 時頃にグラグラってなって、震度4でしたけど、ね、朝テレビつけてみたらね、最初は何人だったかな?最初は数人程度だったのかな?阪神大震災で死者何人みたいな感じで出てたんですよ。まあね、死んじゃった人がいるってことはね、もちろん悲しいことなんですけど、でも人数的に言ったらね、そんなにいっぱいはまだ死んでないんだなと思ったんですよ。最初ね、最初。ところがどっこいね、もうあれ鮮明に覚えてますよ。もう1時間ごとにね、ニュースかけると1時間ごとに死者数がすっげえ増えてくるんですよね。1000人でした、2000人でした、3000人でした、4000人でした、つってね。5000人突破みたいな感じで言ってるんですよね。最終的に何人死んだのかな?ちょっと忘れちゃいましたけど、結構なね、人数が死んじゃったんですよね。阪神大震災って。で、東日本大震災とまた、死因が違うんですね。まあ、僕は津波ですよね。大震災の場合は津波でしたけど、阪神大震災の場合は火災とかなんですよね。建物にこう潰されちゃったとかね。火災、バーって火で燃えちゃったみたいな感じが、多かったんですよね、あれね。阪神大震災だけどね。で、そんな感じで、いや、すげえな、つって、すげえことになっちゃった、みたいなね。高速道路もガタンってぶっかれちゃったみたいな感じで、テレビなんかね、ゴジラが来たんじゃねえかぐらいのね、ほんとリアルゴジラじゃねえのみたいな感じで、テレビ見てた記憶ありますね。1995年、大学4年生の時ね。で、その時ね、ちょうどまあ、僕はね、まあ、会計士落ちて、まあ、落ち込んでるわけですよね。なんだ、あんなに一生懸命勉強したのに、高2会計士落ちちゃったよ、みたいなね。本当、それこそ、まあ、命っていうのはね、ちょっと大げさかもわかんないですけど、本当にこう、全精力をね、かけてね、大学生の3年生、4年生っていうのは、もう会計士の勉強ばっかりやってましたから、ね、それこそ本当、朝から晩までずっと簿記の勉強ばっかりやってたんですよ。ね、でも、落ちちゃった、みたいなね、感じでね、非常に落ち込んでたんですけど、でもね、ある日、ちょっと新聞読みましたらね、一人のね、大学生が死亡したっていう記事があったんですよ。建物の下敷きになっちゃってね。そう。で、その一人のね、まあ、確か神戸大学だったかな。ちょっと大学の名前忘れしたけど、神戸大学かどっかのね、学生がね、潰されちゃったんですよ。で、死んじゃったんですけど、でもね、もう卒論もできてるんですよ。当時フロッピーね。卒論フロッピーでも仕上げてた。ね、そして、なんとですね、その学生は僕と同じ年だったんですけど、公認会計士に合格したんですよ。公認会計士に。一発合格。ね。在学中に受かっちゃったんですよ。公認会計士ね。当時。1995年ね。そう。で、受かった。公認会計士受かった。監査法人にもね、就職が決まってる。で、卒論ももう書き上げた。ね。で、あとは卒業を待つだけ。という状態で、じゃね。阪神大震災にあって死んじゃったんですよ。ね。で、なんで新聞載ったかっていうと、ね、まあ死んじゃったんだけどね、友達がね、卒業させてあげようと。そのね、藤原くんっつったな、確か名前死んじゃった、この名前ね。そう。で、その藤原くんを卒業させようと。で、瓦礫の中からフロッピーを探したんですよ、みんなで。友達がね。そう。で、見つけ出したんですよ。そのフロッピーをね。卒論が入ってるフロッピーね。そう。で、それを大学に提出してね。卒業させてください。っつって。
言ったらしいんですね。うん。そう。そして、大学も行きですよね。大学も行きですよ。うん。卒業証書あげたんですよ。死んじゃったんですよ。死んじゃったんだけど。うん。卒業で、しました！みたいな、ね。おめでとう！みたいな感じの。ね。卒業証書をね、作ってあげたんですよ。その死んじゃった藤原君にね。そうそうそう。で、それが記事載ってたんですよ。新聞記事。うん。そう。で、それ僕読んだときね、まあ中日新聞だったんですけど、それ読んだときにね、いやー、これはね、確かに俺はむちゃくちゃ勉強してね、公認会計士の勉強をいっぱいやってね、落ちて非常に悲しいと。でもね、その藤原くんはね、死んじゃった藤原くんはね、もう会計士受かった。監査法人にも就職決まった。卒論も書き上げた。ね、あとはね、もう社会人になって、もう、在学中に会計士受かってますからね。うん、これからね、前途。ね、まあ、有望な、将来有望な若者みたいな感じで、いたわけですよ。ね。ところがね、死んじゃったわけですよ、もう。うん。大地震でね。そう。だから、これから生きていけることできないわけですよ。ね。でもね、かたや僕はね、確かに会計士を推したわけですよ。でもね、生きてるわけなんだよね。うん。命があるんですよ。うん。だから、また来年チャレンジすればいいだけだぞ、僕の場合は。うん。というのを、その記事をきっかけにね、思ったんですよ。うん。あれはね、だからね、切り取ってね、その藤原くんの記事の方は切り取って、僕は部屋に貼ってましたもん、ずっとピタッと。で、何かね、こう、まあ落ち込むとき、まあ勉強ができなくて落ち込んだり、テストができなくて落ち込んだりするときでは、その記事読みましたもん、僕、しばらく。だいぶしばらく貼っといたね、それ。どうだろう、7、8年は貼っといたんちゃうかな。うん。その藤原くんの記事は。部屋に貼っときましたよ。もう、新聞の記事だから、日焼けしちゃうんですよね。でも見えなくなっちゃうぐらいのレベルで、汚れちゃうんですけど、でもそのね、大学の4年生で会計士受かった。一発合格ね、受かった。で、卒論も書いた。監査法人も決まってる。内定決まってる。ね。で、4月から晴れて公認会計士として働こうと思ったんだけど、阪神大震災で亡くなっちゃった。っていうね。その記事。ね。でも俺は生きている。後藤道は生きている。だから生きてるだけでいいんじゃねえの？みたいなね。うん。何を言っとんのと。何をぐじゃぐじゃ弱音吐いてんだと。うん。まあ、藤原くんの分まで生きようとか、そういうことはね、もちろん、知り合いじゃないしね、知ってる人じゃないんで、友達でもね、もちろん、ないですからね。そこまではもちろん気持ちはわからないですけど、でも、うん。そうやな。なんか、そうやな、その励まされはしましたよね。その記事にね。うん。何回でもいいんじゃん、別に。ね。何回落ちても別にいいじゃんと。生きてんなら。またやれやんけ、という気持ちにはなりましたよね。その、藤原くんの記事を読むたんびにね。うん。だからね、そういった意味ではね。うん。まあ、彼も死んじゃいましたけどね。うん、でも、俺が生きてる限りはずーっとね、ずーっとこの、まあ写真はもう鮮明にイメージできますから、今でに鮮明にイメージできますからね。そう。だから、うん、なんかこうやっぱり思い出すたんびにね、ああ、生きてるだけでほんまラッキーなんやな、っていうのね、うん、思うようにはなりましたよね。その記事をきっかけにしてね。うん、ほんまに。そうそうそう。だからですね。なんだろうね。まあ、今ね、こうライブ、7人の方、見えてくれてますね。で、録画でね、見てくれる方も結構、この僕の雑談シリーズって多くて、非常にありがたいんですけど、もしね、まあ、受験とかね、まあ、経営者でもいいですよ。特に今回は、経営者の場合はね、どうすんだ、これ、っつってね、これから売り上げ上がっていかねえぞと、これ。っていうふうにね、
思っちゃってる方もですね、今の藤原くんの話なんかをね、ちょっと思い出していただくとね、そっか。生きてるだけで丸儲けじゃんと。とりあえず確かに売り上げは上がってねえけど、ね。売り上げはね、コロナの影響で上がってねえし、これから先もどうなるかわかんない。けども、単なる売り上げっていうのは数値に過ぎないやと。最悪日本の場合はね、まあいろいろ生活保護とかありますから。最悪ね。そういうのを活用していけばね。日本という国は、ね。大丈夫ですから。とりあえず、ね。中小零細、事業のね。経営者は首くくるってことなんかも考えないんでね。とりあえず生きてればなんとかなっからと。いう気持ちですよね。それを思い出していただきたいですし、あと、まあ、経営者じゃなくてもね、受験生ですね。まあ、ね、皆さんはね、何の受験をしているかはちょっと僕わかりませんけど、二小目期3級2級1級、まあ、また会計士ゼリー士、ね、まあ、他の試験、ね、まあ、いろんな試験を勉強している方が、おそらくね、僕の動画とかには、いらっしゃるでしょうか。特に簿記のね、検定者が多いと思うんですけど、そういった方もですね、の場合はね、やっぱり今の藤原くんの話をね、思い出していただいて、落ちて悲しいとかね、あれなんだ、せっかく勉強してきて、ね、6月目標とかね、まあ、3月の建設業でミスよ、目標で勉強してきたのに、中止、中止ってなっちゃってね、なんだよ、これと。モチベーション保つの大変なんだぞ、これっていうふうに思うと思うんですけど、でもね、どうですかね？今の藤原くんの話聞いたら、屁でもないでしょ？そんなもん。ね、たかだか延期になってくれて。ね。だって生きてんだから。生きてからこそね、この動画も今見れてるし、生きてからこそね、勉強もできるしね。生きてからこそね、また再チャレンジ。次の11月とかね、そういうのもチャレンジできるわけですよね。ただそう考えるとね、本当に、こう、それ藤原くんの分まで生きろとは言いませんけどね。多分皆様ね、藤原くんって言っても、誰のことやってね、多分知らない人の方が多いでしょうからね、もちろんね。あとでね。でしょうけど、でも僕と同じぐらいの歳で、ね、会計士を当時、ただ目指している人間だったら、多分みんな知ってますよ、おそらく。そういう子がいたっていうことはね。卒業できたって。個人なんだけどね、死んじゃった人なんだけど、卒業しましたよっていうね、記事になりましたから。まだギリギリその年はね、寅さんやってた時期だね。風天の寅さん。風天の寅さんも最後かな？最後の作品ぐらいかな。阪神大震災のネタが出てますから、寅さんには。村山師匠も出てました、当時のね。眉毛が長い村山師匠っていうね。社会党だったかな、確か当時、社会党。の状況ですけどね。でも、あの当時とね、なんか似てるんですよね、今ね。細川内閣ってやつがね、できた時だったんですけど、なんか似てますね。まあ、それはいいや。今日はね。ということでね。なんかペラペラしゃべってたら。10時半過ぎちゃいましたね。なんかありますかね、コメントとかメッセージとかね。今日はちょっと思わず、藤原くんの話を思い出してしまいましたけど、ね。まあ、阪神大震災があるとね、思い出しちゃいますね。あるとつか、阪神大震災を思い出すと、ね、セットで出てきちゃいますね。本当に、ね、延期で、モチベーションが、ね、下がりますけど。まあ、生きてりゃね。生きてりゃ、再チャレンジはできるし。何回落ちてもね、再チャレンジすればいいだけだし。特に検定試験はね、もう全然。
ずっと、勝つまでね、やり続けるっていう感じで、いけますからね、検定試験の場合ね。まあ、会計士とかね、ちょっと随時になっちゃうとね、あれはもう生活かけてやるやつですからね。うん、それ中心の生活になるんでね。あれは長丁場ですし。ね。まあ、あれ、経験ね、すると分かりますけどね。会計士とか税理士受験っていうのはね。あれはね、こう、終わるまで、まあ、受かるか、もしくはね、道を、別な道に行くか、まで、僕の場合、別な道に行くかっていう方になったタイプですけど、受かるまでじゃなくてね、別な道に行く、つまり、経営者として行くというふうになったタイプですけど、うん。やっぱ、そわそわするんですよね、あれね。会計士の受験生って。まあ、多分、税理士の受験生もそうなんですけど、ね、何やっててもね、なんか勉強のことがこう、いつも頭の片隅にあるんですよ。うん、まあ、1級以上になると出るかな。うん、2種目1級以上になるとね。なんかこう、頭の片隅にあるんですよ。例えば、友達とカラオケに行ったりとかね、とか遊びに行くとかあるじゃないですか。その時でもね、こうなんかこう心の底から楽しめないんですよね、あれね。受験生って。ね。うん、どっかしらあるんですよ、心にね。いいのかな、これ今カラオケなんかやっちゃってて、みたいなね。うん。いいのかな、つってね。まあ、特にこう親からね、金をもらいながら、会計士の勉強とか、税理士の勉強。まあ、税理士はね、結構働きながらやる人多いんだけど、会計士はね、基本的に働きながらほとんどできませんから。ね。専門学校はね、よく言ってますけど、社会人でね、働きながら勉強して、なんたら簡単に言ってますけど、あんなの完璧に勉強強者だけですからね。あんなのに驚かせたら絶対ダメですから、ね。勉強がむっちゃうまい。つまり、例えば東大とか一発で受かるような人ね。そういう人らもそれはいいですよ、別に。ね、それ働きながらできますって。そうじゃなかったらね、それきついですから。会計試験ってね。ダメですよ、そんな誰でもかんでもね、できるような感じの話でやっちゃうためね。信じちゃダメね、そんなのね。会計士とかになったら本当にそれに集中して勉強しないとダメですよ。会計士レベルになってきたらね。そう。だからね、どうしてもね、あれはこうね、頭の片隅に全ずったんでね、勉強せなあかんな、勉強せなあかんな、つうのはね、頭に本当にあるんですよ。だ何やっても楽しめないんでね、心の底からは。うん、表面上は楽しめですよ。表面上は楽しめんだけど。心からは楽しめないんですよね。だから俺も20代の時には、ずっと会計士の勉強をやってましたからね。僕は8回ぐらい受けてますから、8回か7回ぐらい受けてるから。ね、ずっと毎年の恒例行事みたいになっちゃいましたけど、最後の頃は。常に楽しめなかったですね。うん、常に勉強せなあかん、勉強せなあかんっていうね。そういう義務感がありましたから、どうも楽しめなかったですね。だから気持ちよくわかるんですよ。やっぱ受験生のね、気持ちはよくわかります。はい、ということで、10時43分か。はい。わかりますかね。本当にね、朝方になっちゃいましてね。まあ、なっちゃったっていうか、朝方になってですね。超健康体の、ね、生活になってるんですけど。だからおかげでね、なんか11時ぐらいになって、もう10時半とか11時になってくると結構もう眠いんですよね。ね、もう前はね、前から2週間ぐらい前まではね、僕ずっと夜型でしたからね、完璧にね。うん、だから、12時ぐらいか1時ぐらいまでね、このライブをやって、この後僕は仕事です。収録しますっていつも言ってたんですけど、ね、今ではすっかりと、ね、もう朝方になりましたから、すっかりとね。だからね、なんか健康体になっちゃってますね。だ眠くなってきてるんです、だんだんね。6時頃起きちゃいますもんね。5時半か6時ぐらいか。目覚めてね。で、朝飯食って。
そのまま、6時か7時ぐらいからもう仕事を始めます。もうね、ずっとね。俺は朝方がいいだっけの、夜方がいいだっけのって話は大嫌いなんですよ。どっちの水別に。はっきり言ってね。と思ってるんですよ。うん。なんか、朝がいいみたいなね。朝だけがいいみたいな感じで言う人もいるんですけど、言ったり、まあ、本書いたりね、する人いますけど、俺はね、別に、ね、朝だろうが昼だろうが夜だろうがね、いいと思ってるんですよ。別に。自分がね、マッチすればいいですよ、それでね。うん。僕はどっちかというとやっぱ夜型なんですよね、基本的にね。夜仕事するのが、非常にこう、調子がいいんですよ。今ちょっと朝方になっちゃってからね。調子悪いとは言いませんけど。うん。でもどうだろう。やっぱ俺は夜の方がやっぱいいかもしれんね。っていうのは。うん。ありますね。まあ別にどっちでもいいですけどね。うん。夜でも昼でも朝でもね。どうでもいいですよ、別に。時間さえね、ちゃんと。その仕事をやってる時間さえ、ね、あればね。俺はいいかなと思ってですよ。遺伝子もあるらしいですしね。朝に強いタイプとかね、夜に強いタイプとか、いろいろ今ね、なんか分かってきて、だから一概にね、朝じゃないとダメだとかね、いうのは、ちょっとね、おかしいっていうかね、ちょっとそれは違うよっていう、うん、流れにはなってきましたね。どちらでも言ってますよ。朝とか昼とかね。全然ね。あ、そっか。あともう一つ喋ろうと思ったのがあったわ。前、今日でいきなり朝の話でしたけど、ね。なんかね、俺楽天を使ったことないんですけどね。まあ、だいたい Amazon で本買ったことあって、それ以外はね、基本的にネットの購入っていうのは使ったことなかったんで、今ね、僕、ズームのね、このカメラとか欲しいんで、あと照明とかね、いろいろこう欲しいんで、今僕のね、オフィス中村って言うんですけど、石川県のね、小松市っていうところでやってるね、オフィス中村っていう中村淳也っていうね、まあ、僕の後輩なんですよ。大学時代の後輩ね、僕が4年生で彼は1年生だったんですよ。ちょこっとだけ冒険を教えましたね、当時ね。僕がまだプロじゃなかった時ね、にちょこっとだけです。彼の場合はね。そう。重役の友達にはね、むちゃくちゃいっぱい教えたんですけど、4人ね、4人には、体育会系のノリでね、簿記1級、無料でね、当時ね、教えてました。僕は4年生で、彼ら1年生だったんで、ね、で、もう、ずっと毎日集中特訓やってました。だから、当時だからね、全然プロじゃなかったんで、今みたいにね、理論立てで教えることはできませんよ。もちろん、当然。できませんけど。僕の講師デビューでしたね。彼らに教えたときは。もう何年前だろう。ね、だいぶ前です。もう30年ぐらい前ですよ。だから。そう、30年ぐらい前の話なんですけどね。うん、そう。で、その時にね、後輩でいた中村純也君っていうね。こうなんですけどね。まあ、もう鼻からパソコンで来てました、彼はね。うん、大学1年生の時から、いや、すげえなと思って。当時のパソコンができてましたからね。当時ね。Windows とかもなかった時代ですからね。だから、なんだっけ。なんつったっけな、その名前忘れましたけど。ね。当時でパソコンできたってものすごいんですよ、これ。ね。うん、30年前にね。パソコンをもういじくっとったっていう人はもうすごいんですよ。もう筋金入りですから。やっぱりね、仕事は今、もうやっぱパソコン関係やってますもんね。ズームの使い方とかね。とか、あと、こう、機械ね。カメラの機械とか。それ全部、コンサル受けてね。頼んでるんですよ、全部。ちょっと重役に買っといて、つってね。手数料もちろん払うから買っといて、つって。俺が、こういうのやりたいんだけど、って言ったら、ね、あ、わかりました。じゃあ、それやるためには、これとこれとこれ必要ですね。みたいな感じで全部教えてくれるんですよ。僕ね、ネットの購入がもう怖くてできないんで、ね、なんか金取られちゃうような気がしちゃって、買えないんですよ、僕ネットで。なかなかね。怖くてね、ダウンロードすら怖いんですよ。未だに怖い。ね、大丈夫か、これ金取られちゃうかみたいな感じで、ビクビクしながらいつも押しちゃうんですけど。そう。だからね、ちょっと悪いんだけど、
俺の代わりに買ってくれんかって言ってね、頼んだら、あ、いいですよ、っつってね、あ、じゃあそれ手数料お上乗せしといていいから、っつってね、請求書送って、みたいな感じで、わかりました、っつって、やりとり今やってるんですよ。だからね、すごく安心するんですよ、これ。安心料ですね。コンサル料はね、安心料。でも全部ね、もうやっぱり性格は合ってますからね。お互いにね。俺も純薬の性格弱がってるし、向こうも俺の性格が弱がってますからね。だからもう、ツーツーなんで、すごくやりやすいんですけど。で、頼んだんですよね。そしたら、今日ね、なんかメールがポンと入ってきて、重役じゃなくてね、送信先がね、ちょっと不明な、ちょっと怪しいとこからメール来てね、楽天で、なんか買いましたかみたいなね、感じでメール来たんですよ。なんやこれっつってね。すぐにちょっと重役に電話して、重役こんなメール来たんだけど、重役はちょっとどういうことかいろいろ教えてくれへんかみたいな感じで、ね、聞いたら、わかりました。じゃあ先輩ちょっと会ったって。教えてください、つって。で、写真撮ってね、こういうメールだったよ、つって送ったんですよ。そしたらね、あ、結論から行くと、先輩それ迷惑メールです、つって、ね。絶対触らないでください、つって。ね、教えてくれたんですよね。あ、よかった、つってね。これ、純役に聞いてなかった。俺絶対おっしゃってた、つってね。だってね、楽天とかで買ってくれって頼んでた矢先ですからね。俺の代わりに買っといて、つってね。矢先なんで、あれおかしいな、俺楽天のアカウントとか持ってなかったよな、みたいなね。俺アマゾンで本は確かに買ったことあるけど、しかもね、もうしばらくアマゾンで買ってねえから。俺基本的に書店で買うんですよ、本は。書店。ね。だから本もね、全部書店で。ね、佐賀町書店ですね、本ね。本とかもね。出たらすぐ書店で買いました。本屋で買うんです、僕は。本はね、基本的にね。よっぽどじゃないとアマゾンで買わないんですよ。書店潰れちゃうんでね。書店が潰れちゃうとかわいそうなんで、なるべく僕本は書店で買うようにしてるんですよ。もちろんね、ネットで買うこと全然否定しませんよ。否定しませんけど、僕はですからね。僕は一応著者なんでね。僕は本の著者なんで。そう、だから僕はどっちかというとやっぱ書店派なんですよ。ね、書店回りとか目しますからね。新刊が出たらね。まあ最近はちょっと新刊書いてないんで、書店回りはあんまり行ってないですけど。そう、新刊出たらね、近くの本屋には、挨拶回りっていうかね、この本出ました、つって。注文してくれ、つって僕回りますから、書店にね。そう、だから基本的に僕、本は書店で買うんですけど、そう、アマゾンでちょろっと買った時があったぐらいで、楽天でね、なんか買い物したとか、そういうの一切ないんです、僕は。で、頼んで、ね、なんかタイミングがいいのか悪いのかわかんないですけど、そんなメール来ちゃったから、あ、これ何やこれ、ね、思ったんで、一応ね、連絡したら、それは詐欺メールです。まあ、迷惑メールですってことが分かったんでね。いや、ほっとしましたよ、今日朝から。ね、その一通のメールだけでね、2時間ぐらい時間取れちゃったもんね、俺ね。まあ、最終的には削除して終わったんですけど、無視するってことでね、終わったんですけど。だからそういうところがね、本当によう分からんからね。だからそういったね、こうパソコンに詳しい重役がね、パートナーに、ね、改めて、パートナーさん、コンサルね、有料コンサルを受けられるっていうことでね、お互い気心を知れてますから、安心ですからね。どうしてもこうネット上っていうのはね、面識がないからね、100%信用っていうのは難しいですよね。顔も名前も知らないっていう相手に対してはね。そう。でもね、今回は、純役の場合ね、顔も名前も全部知ってるし、ね、どういう性格だかも全部知ってからね。ね、ホームページなんかもね、作ってるみたいだし、ね、今後ね、ちょっとちょうど僕、ホームページを新しくしようかなって思ってたんでね、コロナの前のね、ちょっとコロナですっ飛んじゃったんで、ホームページは直してない。侍の格好してるやつで、また継続してあれやってるんですけど、ホームページはまずちょっと古くなっちゃいましたね。2020年は、ね、女性が8割、9割、ね、うちの塾は通ってますよっていうホームページなんで、ね、今、ちょっと通えなくなっちゃってますからね。オンラインか DVD だけにしようと思ってますから、基本的に。
ちょっとホームページ変えないといけないんですけど、うん、ちょうどいいか、よかったかなと思ってね。また純也くんとのご縁が復活したんでね。そんな感じで純也くんに頼んでいこうというふうに思いますね。うん、というね、ところでね、本当にこう、助かりますよね。パソコン関係のね。皆さん本当に弱がらんもんで。本当助かりますよ。はい。では、あと、もう11時前か。ちょうどいいや。5分で終わりですか。あとね。ちょうど11時になりますからね。11時で今日は終わりにしたいと思います。ね、はい。じゃあ、あと5分ぐらいですね。はい。あと5分だけコメントメッセージがもしございましたら、ね、打ってみてください。はい。今日はちょっと11時にね、終わりにしようと思います。わかりますかね。いや、本当朝方になっちゃったな、これ。黙ってて眠くなっちゃうな、これ。2週間前はね、もう目がギンギンでしたけど、この時間はね。うん、やっぱ2週間ぐらい経つと、ね、生活のリズムが変わりますね、まるっきりね。はい、あと3分ぐらいですかね。はい。あと2分ぐらいでね、終わりにします。ね。なんかコメントメッセージがございましたら、打ってみてください。今日はね、ちょっと公認会計士に在学中に受かったんだけども、ね、ちょっと大地震で死んでしまったっていうね。阪神大震災で死んでしまったっていう藤原くんの話。ね、しました。まあ、する予定は全くなかったんですけどね。なんか話の流れからね、その話になっちゃいましたけど。うん。でもね、本当にこう、我々はね、まあコロナで結構大変な目に遭ってきましたけど、これからね、ちょっと自殺者が増える可能性が非常に高くはなってきてるんですけど、ね、でもね、今の藤原くんの話とかをね、思い出していただいて、ね、まあ生きてるだけでいいんじゃねえかって言ってね、生きてればね、チャレンジができるからとね、いう感じで思っていただければね、うん、いいかなというふうに思います。はい。では、11時になりますかね。はい。最後、お一人の方、ね。てます。あてます。はい、では11時になりますんでね、今日はこれで終わりにしましょうね。はい、でまたね、ゲリラ的にライブするときあると思いますけどね、その時にはもしねお時間が合いましたら。
ご参加していただいて、ね、まあ、メッセージとかある場合はね、メッセージを打ってみてください。はい。では、今日は終わりにしましょう。はい。ありがとうございます。